これ一番衝撃を受けるかもしれません。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。都市伝説だ。詳しい俺がやってきました。あいつが来た。俺がやってきた。ハーボタン気にならないぐらい僕はもうすごい真実を持ってます。おお。期待値上がる。ハードル上がりすぎて大丈夫、それ飛び越えられる。ちゃんと飛び越えていきます。超えれる。めっちゃうるせえじゃん。いつもここにいるから。今日はガヤし放題。今日はガヤやりたかった。本日やっていく都市伝説、実は寿命を削ってしまう食べ物7000。ここで食べたい。ほんまでセやりたいやつね。6000でもなくね。いいでしょ。一番ちょうどいい。本当にね、身近なんですよ。7000全部みんな食べたことあります。何なのに科学的にもヤバいってなっちゃってるやつをもう今回教えちゃおうかな。それありがたい。結構身近なやつだ。長生きしたいな。まあ、まずですよ、コンビニにあるもので。おお、これやばいんじゃねってやつちょっとあげてもらっていいですか。あ、分かった。あのタッパーに入ってる焼き鳥。あー、悪そう。あれ、悪そう。あれは別に大丈夫です。ほうれん草大丈夫です。体いいやろ。皆さん、冬コンビニ何食べます？おでん。あ、でん。おでん正解。俺めっちゃ食べる。コンビニのおでん、寿命計算一食だいたい1分寿命削られて。え、そうなの？あれ食ったら1分寿命縮まる。毎日食ってたよ。縮まってしまう。確かお前毎日食ってたね。毎日買って。いや、お前タバコ吸うやろ。最悪やん。モンスター飲むし。あと3年ぐらい。やばいやばいやばい。なぜかと言いますと、あれほんとさ、冷凍してるやつをさ、ポッて機関に入れて、なんか出汁もパーって出して入れて、もう温めてるだけなんですよ。っていうことはですよ、あれはですね、もう良くない添加物が。あー、大量に入ってる。いやでも確かになんか見てたら結構店員もさ、もう作ったらもうずっと置きっぱじゃん。そうです。さらにいろんなフィルターが入ってどんどん汚くなっていくんですよ。あー、確かに。うわ、そう考えて。でも食べない方がいいです。あれってお客さんにね、店員さんがおでんいかがですかってことは殺害予告と。そうそうそう、お腹いってやめませんかって。そうです。2つ目、これはね、当てられないと思うので、なんだろう、すぐ言います。おう、一回ゾッとしますよ。無理やん。みんな自動減ってるよ。日本人が大好き。さて、醤油、何でできているでしょうか。そういう豆ですよ。豆、豆。正解です。大豆からできてます。安心してください。普通の醤油は、ちゃんと大豆からできてるので、そこまで害はないんです。なるほど。ですが、出前取った時についてくるさ、この。おぉ、あー、美味しい。あれがもう、添加物だらけ。嘘。使っちゃいけないやつガンガン使ってるみたいな。めっちゃかけるやん、自分。めっちゃかける。でも俺は正式な商品使ってるから。正式な商品。僕は自然と長生きできるタイプ。無意識に長生きするタイプと無意識にこう早死にしていく。何、そういう才能は。そういうね、人生枝分かれしてる。マジかよ。3つ目、これもだいぶ恐怖です。皆さん、じゃあ朝ホテル行きます。食べ放題ですよね、大体。はい、バイキングショーで。何取りますか。スクランブルエッグ。はい、スクランブルエッグですね。はい、違います。ソーセージ、ソーセージ。アウトです。ええ、ソーセージ実はアウトなんです。今日紹介する食べ物の中で一番危ないかもしれない。え、そうなの。ソーセージがトップクラスに危ないです。1本で寿命30秒削られます。これ大体まとめてさ、3、4本食うでしょ。その時でも2分もう削られる。早い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 。これさっきが計算してる数値って全部 WHO。ああ、世界保健機関。いや、ガチ。もうガチの人が計算して人生の中でこれぐらいの時間がもう削られますよっていう計算だし。それもうやめて。めっちゃショックだわ。で、これ何が一番怖いかっていうと、赤身肉や加工した肉って発がん性がすごいあるんですよ。ソーセージはもう加工肉や赤身肉のまみれなので。大腸がんも発生率が 70% だもん。そうでしょ。この人絶対居酒屋で食う。この人食うよね。食ってる。何で、セブンのペペロンチーノ食うから。あれ絶対別にバカ投げん。ソーセージやばい。あれは食うけどね。あれに醤油かけたり。塩です。ちょっとだけ安心させるとしたら、大腸がんって実は一番治ると言われてるがんなんで。でもでしょ。 70% ぐらい治るって。 30% やっとるやて。でもでしょ。ということでね、明日京平さんにはソーセージ100本企画やってる。
はい、行きましょう。学習になる。この中でですよ、飲み物でこの3人分けて、この2人が好きなものなんだか分かります？コーラ、コーラ、コーラ。汚ねえ2人だけが飲み物なんだから好きに好んで飲んでいるやつだから息くせんだよ、コーヒーで。正解。あーそれで。ちょっと待って、だから助けたらもう息臭いのよ。だからね、でもなんか長生きできるみたいなのも聞くけどね。そうそう、だから覚醒作用がよく働くとこもあるし、我が体力もあると。悪く働くこともある。まあカフェイン関係なく別で、これも発がん成分が入ってるんですよ。へぇ、時間にして1杯20分。もうそこじゃないんです、怖いところは。そこちゃう。1日3、4杯飲む人いますよね。脳卒中、心筋梗塞になる確率が飲んでない人の50%。嘘でしょ。やばい、やばいわ。悪い方に関連作用してます。膀胱がん、膀胱がん発生確率も飛躍的にアップしてしまいます。最悪やん、膀胱がんはマジでやばいです。もう一番やばい。結構これはほぼ治らないと。ちょっといろいろすごい。え、コーヒーそんな怖いから、ちょっとあんま飲みすぎはやめましょう。え、俺マジで5年間ずっと3缶は飲んでて。ええ、やば、結構マジの話。お前膀胱チェックしてこい。やばいじゃん、やばいじゃん。ちょっと俺検診行くわ。うん、もう40歳なんだから。お前が、お前が行け。なんでやねん、お前が。なんで俺のせいだ。ということでね、コーヒー皆さんもね、飲みすぎには注意してください。じゃあ5個目、これこの前のゾッツァツで話しました。ひじき。あ、出た。ひじき、ひじきっていうのはね、ヒ素っていう毒素が含まれていて、イギリスではもう食べるの禁止されてるんですよ。こんぐらい危険な食べ物でして、超やべえ。国が、国がもうやめろって言ってるから。実はヒ素が入ってる食べ物たくさんあるんですよ。え、例えば。これ一番衝撃受けるかもしれません。お米。お米、無理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 。いや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 、駅おかずにご飯とか食うじゃん。いや、これね、俺も最近知ったから、ちょっとね、これお米ってね、わずかながらヒ素が入っていて、ヒ素に有機ヒ素と無機ヒ素っていうのが分類されるんですけど、なんか聞くとさ、有機のがヤバそうじゃん。無機ヒ素がヤバいんですよ。毒素が強い。お米は成長過程で、そのね、殺虫剤とかに含まれてる素をこう吸い上げてしまう。あー、なるほど。吸い上げる性質で、確実にお米全部にヒ素が含まれている。やばい。こっからいっちゃうんだ。 0.01g、0.02g っていう微量なんですけど、お米大量に食べてるので。いや、大量に食うでしょ、米なんて。ビビりますけど、まだ温めてるので大丈夫なんです。あー、なるほど、なるほど。だから一応大丈夫ですよっていう国は一応検査をしていますので、大丈夫にはなっている。それがゾッとするのは、あの、たまにさ、塩に温めてない普通の硬い米がさ、喫茶店とかであるよな。湿気が出ないようにお米入れてるとかじゃないですか。あるね。あれなんか俺独自のさ、タレ作るとか言ってさ、蓋開けてこう入れるみたいな。あ、超やばいじゃん。あの時もそのまんまの不加工の米が入ってる。超やばい。まあまあ食ってる。ヒ素がもう実は溜まってんじゃねえかなっていう。やばいじゃん。やばいじゃん。取られにやばいっす。てか、そもそもそんな塩を大量に入れてる時点でもう結構良くなった。そう、やばい。違う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 。それでね、レモン汁を入れるとちょうどいいんです。あ、まあまあわかるけどね。もう言いたくなかったんですけど、最後の1個を言いましょう。なるほど。言わんとくわ。いや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 。いや、これね、前もなんか一回メンバーの間にネタにされたことあったんですけど。あ、そう。あら、ミネラルウォーター。ああ、あ、なんかやったあれ、恭平なんか自分縮まるみたいな、ゾッザツかなんかで口コミで言うから、調べたんですよ。超毒素フィッてんですよ、フィッてんですよ、フィッてんですよ、フィッてもう、あ、やばいです。どういう動詞なのそれは。もう、フィになってるぐらい。フィットしてる。これが一番寿命が一番長い。え、え、もう1本。あれね、ヒ素が入ってるんですよ、また。あー、またヒ素。ヒ素が悪いんだ。ヒ素か。ただヒ素よりもやばいラジウムですね。ラジウムなんか化学っぽいな。全然ミネラルウォーターがダメ。みんな健康に気をつけて水を飲むんですけど、体をいじめてるだけ。そうだよ、なんか調べれば調べるほどなんかもう細かいの出てきて、本当にダメなんだ。ラジウムっていうのが腫瘍とかに繋がってしまうような、もう結構ヤバい毒素。もうなんかガンって感じするな。もう元ですよ。え、ヤバいね。じゃあね、いや、俺が一番ヤバいじゃん。マジヤバいじゃん。めっちゃ飲んでる。わざわざ買ってるやん。だって笑ってるよ。いや、なんか俺周りを脅かそうと始めたのに、話せば話すほど自分が怖いことになってる。そうだ、もう確実に危ないのは何個かありましたけども、まあ、一応国的にはまだセーフと言っている、トップの団体が言っているようなもんなんですよ。断然ラインを引くのは皆さんなんですよ。
なるほど。皆さんがアウトかセーフか判断するところなんです。あー、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。お後がよろしいんです。お後がよろしいんです。信じたい方じゃないんですよ。WHO が出してるんで。信じるしかないです。これはただただ皆さんに警告状。ということでね、皆さんミネラルウォーター買いに行きましょう。よし、いかに。時は止まらない、聞いてくだけ。